く夢中になれるというか、人間関係とかあんまりちょっと得意な方ではなくて、なのでそういう風なストレスとか発散するときに、あの絵にぶつけたりとか、自分のなりたいものを描くみたいな理想図を描いてたりできるので、新しい絵というか、かっこいいし可愛いしみたいな、見ていただいてる人に何だろう、あ、何この絵みたいな感じの新感覚な感情を抱いてほしいんですけど、なかなか描くのも難しいので苦戦してます。今金町出身で現在は函館在住の画家、藤倉朱里さん。15歳で描いた作品が明石家さんまさんに高く評価され注目されました。自分の世界観を常に出せる、なんだろう、かっこいい画家さんになりたいですね。初めて本格的に個展を開いたのは18歳の時。必要になる作品も増えました。確かに、この個展を目標にだいたい、そうですね、30点ぐらいできればいいなって感じ。死ぬ気で頑張ればなんとかなる。こういうふうに飾るとかっていうのはなんかイメージしてもらって、いつ搬入できるかっていうのもこれから。そうですね、本当に、いいいいのかなと思いました。会場の調整も一人でこなさないといけません。なんだっけ、そう、辛くて、精神的にちょっと来てるのっていうとちょっと緊張もあってうまく喋れなくて、本当に本当申し訳ないっていう気持ちと、全然の時はあれで全部ですって言ったのでびっくりして、え、そう、個展をきっかけに初めての制作依頼を受けました。彼女もキリンが好きだということなので一枚絵を描いてもらうことにした。自分に描いてほしいという期待、それに応えたいという重圧。はい、おー、すごいね。大丈夫かなってずっと不安だったんですけど、本当にもう大丈夫だよってもう許してくださったので、もいや、まあ、うち的には道だけっていうのが一番。こっちのご飯あるの？なんかご飯ちゃって、これ、あ、これをチンして、はい、大丈夫かな。よし、完成。早い、本当に早い。ちょっとやばいっすね、めっちゃ質素ですよ。大丈夫なんかもう無意識にずっと考えちゃってて、これからのこととか。今日はちょっとネガティブな藤倉です。背中を押してくれる人が現れました。あ、こんにちは。こんにちは、はじめまして。初めまして、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。函館が生んだ大スター、グレーのボーカル、テルさんです。自身も絵を描くテルさん、自らが開いた個展に招待してくれました。なんか夢みたい、本当に。いや、もうやるっけねと思いましたね。もう頑張ろうって、本当に元気をもらいました。これはあの11月にあのやる個展の、東京に持っていく個展の絵の絵です。絵って言って一緒に描いてます。すごい綺麗。
10代最後の目標にしたのが東京での個展。てるさんはその個展で函館を一緒に盛り上げていきたいと、藤倉さんと共同で作品を制作してくれることになりました。今やっぱこう必死にそのプロの中でどう生きていくかっていうのをその探りながらそのがむしゃらにやってる時じゃないですか。必死になってる感じはもうずっと刺激を受けるし、支えを受けてもう一歩前に。選んだ舞台は東京です。思ってます。緊張する。はい、あ、じゃあまずこれだけと、あ、お願いします。すいません。いつも Get out. That's so creative. That's so creative. Wow.大人じゃ見れない視点で描いているんじゃないかなっていうふうには、ある意味大人っぽくなってほしくないというか。展示された54点のうち半分以上の28点が売れました。何を購入されたの？あの衝撃11っていうあのキリンの絵です。はい、もうあの SNS で前もって見ていて、あ、この絵ちょっと見てみたいなと思って。気をつけて。ありがとうございました。人が来るのかなとかすごい不安な部分もあったんですけど、たくさんの人が来ても想像以上だったのでめちゃくちゃびっくりしてます。本当に世界に羽ばたくっていう目標もあるので、その前にはまあ日本の人たちにも見てもらっていろんなところで個展とかできたらなって思っております。ありがとうございます。画家藤倉朱里さん、涙の先に見せてくれたのはとびきりの笑顔でした。